ゲリワです。はいほー、お疲れ様です。カツモン、プリティでーす。なんでその会計のやつらがそっち2人しかできない企画を用意しております。今日の企画は、アニオン犬川どっちが男として上やねんです。はいはい、なんやねん。知ってます。知らんてーやってます。それ言われたらこっち恥ずかしなんねん。争ってないっすもんね、別にここで。しかも俺に関しては見えてないから、これアニロンだけそんな企画な気がする。前僕たち2人が戦ったように、シュガーの女子100人に点数をそれぞれつけてもらう。50人ずつね。これつけたままでいいの？その時だけこう、その女性に聞く時は外してもらって、視聴者の方はなんやねんと思うと思うんで、シュガーさんの似顔絵はこんなんだよっていうので、こんな顔です。シュガーさんはこれ細いカッチャンじゃない？カツモンの方が似てるやろこれ。めっちゃ似てるやん。俺描いてる。絹川のつもりやっていけよな。雰囲気と仮面でごまかすなっていうことです。いや、そうなんですよ。ちゃんと点数出します。仮面でごまかすな。どっちが勝つと思いますか？谷野さんが勝たないといけないと思います。身長もありますから。脱毛ブームとかいわれて、谷野さんもヒゲなし。絹川さんもヒゲありっていうところで。でも僕、チンゲないです。脱毛ブーム見えへんから。あ、そっか、出さんとあかんのか。カツモンさんがヒゲっていうところでかなりポイントを落としてましたから、やっぱりファンではあるんじゃないかな。僕らの点数をおさらいさせていただきますと、はい、平均点プリティさんが 44.76 点、カツモンさんが 45.72 点、 0.96 点差でカツモンさんの勝利ということで言ってて恥ずかしくない？今のところ暫定僕が1位でプリティさん2位なんですけど、なるほど。プリティさんより下だった場合、この人が全力満期1ブサイクということになります。お二人は何点ですか？犬川さんが62点、谷論が67点。谷論は71点。うおー、高い。犬川さんは59かな。いや低いよ。どっちのデブがいいとかあります？プリティがいいです。できるだけデブな人を隣に並べたって差が生まれる。そうそう、プリティの点数を最初に聞いてから僕の点数をつけてもらう。僕は賞味どっちでもいい。新旧メンバー対決で、はい、50人ずつ聞いていきましょう。はい、普通に勝ちたいな。一番イケメンって言われるんやろこのメンバー。いや、そうですね。だから谷論に勝ったら一番になれる可能性もあるんで、じゃあ行きましょうか。行きましょう。ぬきぬ谷論で、きぬ谷どうぞ。はい、きぬきぬ。あ、ちゃんとやってもらっていいですか？あ、すいません。行きます。そしたらハチ公広場で一旦やっていいですか？まともに1点を分けるんで、高齢の方行くとか、優しそうな方行くとか、行くときはちょっと背伸びしますわ。朝と聞いてるんで、狙いに行くから後ろに立ったら。あ、本当に僕の点数つけてほしくて、こんなに正直で大丈夫。100点満点中何点か？一発目ですか？45点。ありがとうございます。40。ありがとうございます。なんで50点を下回ったんですか？髪型？前髪が違う。なるほどね。整って、はいはい、ここまで点数は高くない。それって雰囲気だけってことですかね？雰囲気がってことですかね？オッケー、分かりました。傷つきますね。全然傷つきますね。自分で自分の顔面の点数でいうと50ちょい上ぐらい。いや、そんなことないやろ。真ん中よりは超えてると思う。54でいきたい。僕はよく見たらかっこよくないから。言い訳どうなんや。言い訳っていうか僕言ってないから、一言もずっと自分がイケメンなんてな。今のところ僕より下ですよ。そうですね、42.5 とかですね。人選びも大事だってことですね。45? やばい、ピンチや。足りろ。でも狙いたいですね。確かに。いや、もうええって。あかんって。僕らもやってもらっていいですか？そうなんですよ、すみません。対決なんですよ、これは。何点ですか？40。あ、55。じゃあ10点高い。俺のことは、おお、幸先いい。髪型がいい。なるほど、ありがとう。髪、じゃあヒゲは大丈夫？身長は大丈夫？ここをもうちょっとなんか直せばもっと70、80いったよって。特にない。特にない。あ、特にないけど特に興味がないっていう意味合いもあります。ありがとうございます、すいません。早く解放されたいっていう感じがめちゃくちゃ伝わりました、ね、今のところ10点リードじゃないですか？いや、そうですね。おー、よかった。思ってたより低い争いやな。お前と一緒ちゃう、これマジで。78。おお、はい、75。おー、これが谷の点数でかい。アイドルのうちわみたいなの持ってる方やったからレベル高いかなと思ったけど、高得点。これはでかいし、ね、K-POP アイドルが好きな女の子たちにモテがちなんですよ。 K-POP アイドルが好きそうな女の子に質問していこうかなっていうのは結構ありますね。50点。40点。ありがとうございます。65点。60ぴったり。雰囲気が合ってた。雰囲気合ってた。あんま好きじゃない。60。眩しくない。あー、じゃあ眩しくない。イケメンってことか。そんなことちゃうよ。え、ほんま？ガチの点数の方が嬉しい。70点ぐらい。めっちゃ嘘ついてた。30点さば読まれてた。78。おー、78と70。鼻が綺麗だな。あー、ありがとうございます。鼻が。この方がデートを誘ってきたら来ますか？1回だけ。
あれ行かへんな。デートは行かない。気分はいいですね。40とかって言われるとちょっとやっぱグッと落ちる。皆さんこれ相当メンタルいかれる。いやそう企画です。これ必要な余裕や。絶対勝てるやん。78。おー高い。6じゃない。何点ぐらいからデートって行けます？50点ぐらい。おお、なるほど。50以上なってたら一旦はデート行って、チャンスもらえんの。だから女性は意外となんか 50% ぐらい中身で。じゃあ俺らもらえへんやん、チャンス。50以下やから64。ありがとうございます。54ぴったり。70 45点。おお、分かれたね。真ん中でしたよ。花の花やん。お父さんありがとう。55点。ありがとう。私は54点。54点。画面消しの顔してる。400。え、ってことは80ってことか。おお。70ぐらい。ありがとうございます。余裕がちなんちゃう、鬼怒川に。まあでも分かんないですよ、鬼怒川さんが100 100 100 100 100の可能性。なんか白ギツネみたいな。いける。これで半分なんで、タバコ。確かにタバコ休憩、タバコ吸うことで変わってくるかもしれない。これ俺は勝てると思うな。どこにまずあいつら。確かに。どこでやってんの？60点。おお、60点。高い。今65。おお。おまけのご提いただきました。マイナスポイント。髪型、髪型不要やな。あ、ヒゲがプラス。あ、プラス。親子さんですか。あ、ボーイフレンドで僕が来たらちょっと困りますか。おお、全然。お母さん公認です。珍しい親子。でも嫌がってはる。もしかしたら親子っていいかもしれない。母親の前で何か辛辣な意見をするとよく思われないんじゃないかな。敵なんかもしかしたら語るかもしれない。なるほど。82点。82点。うわ、高い。お母さん、あの点数だけ。80点。やった。やっぱりマダムやで。マダム3人どうすか。あ、なるほど。じゃあ行きましょう。マダムや、マダムや。100点。ほんま100ですか。清潔感がある。じゃあ私と付き合っていただくこともできますか。それはそれはまあまだ別らしいです。ここが違いすぎて。あ、なるほど。おひげが苦手なので。あ、ひげがなければ100点かな。ひげがなかったら100点で。あ、足は逆かな。あ、ひげがあるから。あ、プラスポイント。ありがとうございます。あ、すごい。全力満金です。登録したよ。いや、ありがとうございます。やばいですよ、マジで。買ってまう。100点なかったんちゃう、今まで。何度も念をして、やらさせていただいた。はい。65。パーツの配置が綺麗。ヒゲがない方がいい。65点。あんまりヒゲが好きじゃない。ヒゲがなかったらどうですか。70ぐらい。カメラ回してるお兄さん何点ぐらいですか。50点。お、50点。低いな。スリムな人の方がいい。あ、逆にこれで正直な女性ということが分かりました。80点ぐらい。90点で。ヒゲは OK ですか。似合ってる方であれば清潔感。あ、清潔感。聞いてる人が優しすぎる可能性が出てきてます。俺もそんなことあるって思いかけてきてる。普通に全力満金ファンということで、メンバーでは誰が好きですか。皆さん見てます。優しい方。一番好きな方誰ですか。やばい。私の点数100点満点中何点ですか。76。マスク取っての印象はどうでしたか。思ったよりも優しい顔でした。あと喋り方可愛いですよね。ああ、ありがとうございます。一応マイナスポイントは超イケメンってわけでもない。全然タイプじゃないと。タニロン、ちなみに何点ですか。89。じゃあもうタニロンのは答えといてもらっていいですか。じゃあ約束でお願いします。何のちぎりかしてんねん。そんなことに指切り使う。かっちゃんのツイート見てきたって言ってあったから。インタビュー企画も答えてもらいやすくなり、前みたいに LINE 交換できるかもしれない。さすがテニスポッキング。いやーすごい。75 70です。身長コンプレックスにしてて。あ、身長ない。いや、あ、そんなことないみたいな。あ、びっくりしてんねんけど。いや、高いな。60、70点台が当たり前っていうか。今70やったら、あ、なんか低いなみたいな感じになってきてんな。ちょっと腹立ってきてる。キルガーさん、何点やねん。キルガーさんの雰囲気イケメン。ファッションとかには全く興味ないから、髪の毛とか。誠実なっていうところで、スーツを着てる。確かにきちっとしてんのに、なんでネックレスつけたんみたいなマイナスって思う子ももしかしたらいるかもしれない。そのネックレスが肌になる可能性があるので。60点。私90。あ、90。70。ネックレスとかしてない方がいい。このネックレスがヒゲはマイナスじゃないですか。あ、深く聞かん方がいいかも。これは全体的に好みなんですけど、ネックレスが嫌で。このネックレスが10点分。これで100点。これ100点ならへん。無理か。隠しますわ一旦。この服装には合ってない。これで5点ぐらい上がるんちゃう。85
189、はい、おー高い。私は背が高いですから、もっと高いでしたら多分100点。ブルガリア出身です。あ、ブルガリア。ヨーグルトで身長が高ければ100点でしたけど、はい、ブルガリアだけ、はい、75点。見た目的にギリギリ付き合える範囲ではありますか？まあ、そうですね。あー、ちょっと気使って75です。清潔感って言っといたらええわっていうのないですよ。いや、それはね、血生えてても大丈夫ですか？あ、大丈夫です、15です。大人に見えました。よかった、もっとグイグイひっつきに噛んでマジで捕まるとこやった。危ない危ない危ない。70点、75点、80点。80点、おロン毛が好きな。なるほど。ロン毛だったら何点ぐらいになりました？85。85だったら付き合っていただくことも可能ですか？一夜だけ共にするのはダメですか？分かんないっすね。おー、それは時と場合によるぞ。友達とも待ち合わせしてて、友達来ました。あ、ちょうど友達。今、感覚的にパッと、今、聞かずにパッとお願いします。50点。聞かんかったらよかった。じゃあ、6人で遊びに行きましょうか。あ、低い点数が出たんで悲しいです。50。自分を今高く見積もりすぎてます。俺平均44やん。50低いとか言うな。これイケメンってことなんじゃん。うのぼれるのはまだ半分ですから。少なくとも勝つもよりは上や。おいデブ、お前より俺の方が上や。それ俺にも言われる。70、60、60、80。おお、おお。顔に点数つけてもらってんの、女の子に。100点満点中で3点。こんちゃん2点。おもろいな。完璧やな。フォローしてください皆さん。あ、皆さんフォローしてください。月火水からトントン拍子。お、ええやん。どんな動画上げてんの自分？すげえかっこいいやん。好きな YouTuber 誰？好きな YouTuber 全力満点。ありがとう。お前分かってんな。可愛いですね。でもこんな子ももう TikTok やってるんです。すごいな。頑張って、ありがとう。頑張らんようにな。わーい、テンション上がってる。先輩 YouTuber として一言ありますか？道は外すな。20ぐらい低いな。いいよいいよいいよ、正直で。30ぐらいで。ありがとうございます。あ、でもお肌はね、改善できますから。髪型67、作戦変更であるところへ行きましょうか。テンション高い人の方がね、高い点数つけてくれるんで。僕が聞いたら、俺イケメンやろ、点数言ってみやみたいな感じに聞こえん。ああ、まあまあ70点の人が聞いてきたらそうなるんか。俺らの時はさ、最初からちょっとって笑いで、何点ですかやったら、なんかあれ、僕何点ですかやったら、自分のことこいつイケメンって思ってるんやろな、はいはい、あ、じゃあちょっと下の方言っときましょうか、20点みたいな感じしました。さっきの女の子。あ、非常に。じゃあ俺からも聞いてみるか。俺の下の点数。あ、 OK です OK で、僕ずっとこう。あ、 OK。 95、80、90、95だったり。アルコールが回って休憩しひんって言われたら来ますか？あ、行かないです。あ、一緒。ギリギリ合格ラインらしいです。フィッシュはなし。45。もう一人の方は45。ノリで100から45になりました。2人とも聞かんかったらよかった。80点。75。55点。60点です。何歳ぐらい言えます？40か50。あ、40、50言えんやん。そう、見えない。彼は何歳言えますか？ぐらい。僕も30ですよ。すいません、全く思ってない調査結果が。じゃあちょっと枯れ線な人狙いますか？おじさんとかが好きな人ね。だから塾上からも点数高かったんだ。あ、そういうこと。85点。75点。ありがとうね。68点。55回がタイプなんで。僕二重ですけど、僕の点数なんて48。あれ、あれおかしい。機械なのに下がった。代々木公園に来ました。いることはいますね。いるな。だ、あの女子が、うわ、手走ってる。75点。おえー、68点。54点。この辺や、この辺が54や。答えじゃないから。85点。おお、すごい。75点。雰囲気出た。したビジュアルポイント、ビジュアルポイント。あ、オッケーオッケー。男の方は人の顔に点数とかつけないです。いや、もう僕も男、うわ、気にぶつかってる。男やったとしてやっぱ点数は気になりますけど。あ、でも樹液あるじゃん。この辺出てるかも。うわー、ほんまに、うわー、やめてくれ。そうそうそう。え、樹液が出てるんじゃない？出てこない。ノリで言っちゃった。ワンちゃんに。一定になるからワンちゃんの答え。ワンちゃん。面白い。こっちが言うな。うわ、すごい。可愛い。ありがとうございます。わ、こいつ力強いな、こいつ。あ、いって。今の入る？入ります。人間だけじゃないの？人間じゃないんで、カウントないです。あ、よかった。やっぱ猫やな。猫の方が可愛いわ。猫アレルギーやろ。猫アレルギー。
30。 30ぴったり。 OK、 ありがとう。こんなんやったら聞かなかった方がええやん。さあの時にもう、あ、じゃあいいですでよかったよ。だる、平均点下げてよ。ちょ、テンション下がってるやん。久しぶりやん、50下回んの。綺麗な人やったからさ。あ、そうなんや。ある程度とか言うの。樹液出てんじゃん。これちょっと嫌やなぁ。いや、行くならここやけど。ここ一番危ないの、白いから。やめさせてください。うんこは食べたくない。せーの。お、65と70。全力ワンス。チャンネル名聞かれた後はパッて言ってもすぐに逃げましょう。ほんなら乗せられたくないって言われても終わりですか。40。なるほど。二重好きには弱いな。なるほどね。一重やねん。いや、もうそれしょうがないし、奥二重ですからね。ほんまに普通の名刺。あ、ほんまや、奥二重や。そう、奥二重。ほんまや、僕実は。90点。90点。ちょっと待ってよ。なんでそんなテンション下がりすぎやろ。90点じゃないっすね。惜しいな。めっちゃタイプです。90みたいな、行きましょうみたいな。それやったらマジここよ。胃腸入れ、胃腸入れすんの。胃腸入れまでゴールできたら。大学の食堂みたいな。どうする、講義サボっちゃう。だるいらしいし、次の先生なんてぐらいですか。せーの、65。飲み会行って11時ぐらいになって、終電もいいんちゃうってぐらいまで行くってなったら何点ぐらいまで欲しい。そこまで行くってなったら70ぐらい。おお、クリアしてね。では、あー、せーの、58 68 77。ちょっと、なんで77。おお、花って言ったら確かに。お父さんありがとう。遺伝やからね。デート行けますか彼と。全然行けます。全然行ける、全然行ける。あ、グループだったら、あ、グループ。修学旅行中の学生と先生の3人組やったんですけど、チャンネル名だけ聞かれんなってずっと思って。いや、確かに。ほんまもうおばあちゃん行きます。おばあちゃん最後、のび太のおばあちゃんみたいなめっちゃいい人が92点だわよみたいな。いや、そう、転がち。おばあちゃんたちが若かった頃のイケメン単発で、それは西郷隆盛やろ。そう、西郷さんはちょっとくれたぐらい。舘さん、舘、そうそうそう、2枚目みたいな人がかっこいいっていう時代の人やから。そう、むずいかもな。95点。ありがとうございます。ありがとうございます。お母さん方どうぞ。僕の点数86点。すいません、見事最後95点。思い通りやん。めっちゃいい人やった。すぐ答えてくれて。おばあちゃん好き。私たちは50人聞き終わりました。僕らはまだ10人残ってます。テレビのインタビューとか答えてたら遅くなりました。あ、どうすか調子は。想定以上に点数が高くてびっくりしてます。どうすかそっちは。いや、50点切ってるのは全然あるっすね。買ってまうんかな。じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございます。62点。カメラ回してる方の点数は何点ですか。42点。20点も下がってる。清潔感。太ってるからとかそういうわけでもない。あ、若干。あ、じゃあデブは罪やな。65 63 66 60。髪型が気持ち悪いと。真ん中よりちょい上みたいな。真ん中よりちょい上やったら付き合ってもらえますか。ダメです。体の関係もダメです。ダメ。あ、もうやめろ、それ以上聞くな。カメラの方は何点ですか。45 52 66 66。お、あれ、お、高い。40。おい、入るぞ。あ、普通に可愛かったです。シンプルに付き合いたかったんで最後の人を言いました。演出上じゃなくて性欲で聞きました。何してんの。60点と思います。60点。60点高い方ですか。普通の方。普通の。なるほど。普通でした。お姉さんでございます。 ありがとうございます。ずっと口元緩んでんねん。おい、いや、めっちゃ可愛い。個人的な感情挟んでるやん。68 70。お姉さん身長高いですね。そうっすね。私より高い。やっぱりそこですか。そう。あと靴がとんがってるから心も尖ってんのかな。こんなに丸い目をしてる。あー、ちょっと恋に落ちかけました。付き合える範囲ではありますか。おお、じゃあちょっと今から渋谷の夜に。カメラ回してる方は何点ですか。49 48 8。ちなみに今の8点を聞いて何点になりましたか。11点。おい、やめろ、俺をいじめる企画ちゃうぜ。8。言うねんや。動画的に面白いからええかなと思ったけど、時間差で傷ついてます。何やねんこの企画。ラストお二人です。私の点数100点中何点ですか。50 30点。30。
あの人から30って言われると思わなかった。確かに結構良さそうな人やったので、ね、50点に対する評価基準も人によってまちまちなんで、ちゃんとしたデータは出ないんですけども、これはねゲームなんで、できるだけ高い点数を取れる方が勝ちというやつなんでね家帰って結果を出しましょうか。はい、大変言われたやん今日いっぱい点数どうやった。僕は雰囲気っていう言葉がもうめっちゃ出てたいい理由雰囲気、悪い理由も雰囲気みたいな。ヒゲは、ヒゲは全く、むしろ好印象の方が多かった。あんまり他のところで悪口言いたくないからヒゲって言っといた方が相手も気づけへんやろうなっていう思いでのヒゲ、うん、いやかもしれない。俺のやつ振り返ってる8割方清潔感で逃げられてましたよ。そう、清潔にしてるしな。風呂入ってますからね毎日。あ、毎日風呂入ってないですから絹川さん以外は。なんでやねん、風呂入ってるよお前だけや。どうも入ってないやろ今日朝入ってた俺みんな。ああ違う、入ってないわ。よう入ってへんぞなんでそっち必要があるの。発動してもいいですか。いや、はい、はい、準備は大丈夫ですか。うん、どっちでもいいよ。確かに。どっちでもいいや。負けても悔しくないし。勝とうとしろやんお前ら。はっきりはさしたかった。これで満金一のイケメンが決まります。満金一のイケメンって一旦名乗っていいの。これで名乗っていいですか。感覚的にこの2人よりは高橋だからっていうのでちょっと2人で戦ってよ。絹川さんの合計点数は3467点。絹川さんの合計点数は3155点。おっ、これがイケメンだ。絹川勝った。ほんまでした。平均点が 69.34 点。絹川さんの平均点は 63.1 点です。絹川さんの勝利ということですね。じゃあでもこれでなんとなく分かりましたけど、僕らはやっぱり微妙なチームですね。そうですね隠してるやつが勝つね。ニロンさんが思ったより低かった。思ったよりっていうのは知らん、お前らの中でや。そう、僕らの中の僕は別にそう思ってないから周りに作り上げられた雰囲気イケメン。いや、そうなんよ。言うのやめろイケメンとか。お前ね、俺をイケメンと言え。69点の中身が見たい人はラビットガールズ我々のイベントに来ていただければ見せます。 そこでもうご要望があれば接吻だったりだとか、それ以上の何かがあるかもしれないんで、キネガーの DM にじゃんじゃんください。よろしくお願いいたします。もう募集してるやん。接吻ないチャンネルやな。1月2回ほどイベントをやらせてもらう予定してますんで、下の方がちょっとチェックしてもらう、ね、お願いします。というわけでプリティがビリと。もう今日のインタビューというから気続いてるからもうやめてもいい。被害者感あるね。それはもう企画案のプリティーに。いや、もう企画案プリティーで、はい、雰囲気って言ってんのに点数なんか聞いたらあかんやん。そうそうそう確かに雰囲気100点。三能さんにね、全力満期の動画ってスポーツですねって言われて、毎回対決して毎回いがみ合ってどんどん戦っていくんで、勝敗見てください。よろしくお願いします。バトルチームや。